はい、ワーグワーン両田塚川です。はい、今日はですね、こちら、イラストレーターのこてつが来てくれております。イエイ、よろしくお願いします。お願いします。こてつくん、はい、絵を描いております、こてつと申します。よろしくお願いします、はい。知る人ぞ知るというか、はい、僕ら周りでもいろいろね、今までも長いことレゲエ関係のジャケットやったりとか、あのジャンボのビーンボールレーベルの、はい、ポスターやったりとか、もういろいろ大活躍でございますけども、僕もいろいろ長いことね、あのお付き合いさせてもらって、そうですね、まあ、こてつ簡単に、はい、プロフィールじゃないですけど、はい、こてつとはどんなやつなのかという、ところ紹介したいんですが、まあ、イラストレーター、絵描き、そうですね、自分的には何て言われるのが一番しっくりくるの？もうでも何か肩書きがあるっていうよりやっぱりシンプルに絵描きっていう感じですね、うん、好きで描いてますみたいな。やっぱあの自分の軸としては鉛筆が、そうですね、得意なのはもしかしたらそうですね、リアルに書き込めるのは、いや本当にね、作品知ってる人はね分かると思うんですけどこてつの鉛筆画のもうすごさ、もう 超絶リアルに鉛筆画で鳥描いたり亀描いたりすごいんですよ。とにかくかと思えば本当にイラストタッチの可愛い絵とかね、サウスヤードの一連のジャケットやったり、ね、ロデムのミックスやったり、ね、いろんなところで可愛いイラストタッチ、うん、ね、俺らの、イベントとかもね、そうですね、ワンナイトセッションワンナイトセッションとか、はい、NG ヘッドとやってたね、ネット番組ダイヤマラジオの、ステッカー似顔絵とか、はい、まあ、いろいろ書いてくれてたこてつなんですけども、今回はですね、なんと私リョーザスカイウォーカーの20周年記念の絵を描いてくれたということで、はい、今日実は持ってきていただいております、はい、イエイ、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。まあ、ちょろちょろね、こてつがそう20周年用の絵を描いてますよっていうのはちょっと聞いてたんで、もうずっとワクワクしてたんですけども、今日はついに完成した、はい、持ってこさせていただきました。やばいですよこれ、はい、今日はちょっとそれを見ていこうということなんですけど、はい、まあ、早速見ていきますか。じゃあね、はい、ちょっとドキドキすんねんけどほんまに。いや僕もどんな反応が今回も鉛筆が、そうです、今までもね、僕も個人的にもいろいろ書いていただいてて、はい、まあいろいろあるんですけど、似顔絵とかあるんですけど、一番印象残ってたのはうちの実家で飼ってたね、ゴールデンレトリバーのミリちゃんっていう、はい、もう亡くなったんですけどそのワンちゃんを描いてくれたんですよ。いやけどそのね、やっぱりその犬の 毛並みとかもうねすごいんですよ。とにかくその鉛筆画の精巧さというか細かさが、何やっけ、もう鉛筆をもうピンピンに尖らして、ね、はい、すごいよ。もうなんかもうピンピンに鉛筆を尖らして、もう一個 毛を一本描いたらもう一回削るぐらいのな、そうですね、って言ってたもんな、ぐらいの精巧さで、描く人なんで、その時のねワンちゃん、まあ、ミリちゃんの絵もね、もうすごい、もうめっちゃミリちゃんなんですよ。しかもワンちゃんなんですけど、もう超絶リアルというか、恐ろしい絵を描く男なんで、いやいや、とんでもない。今回のこのね20周年記念、ちょっとマジでね、ワクワクしております。はい、ありがとうございます。すごいと思いますんで、ちょっと早速、見ていきましょう。はいはい、来ました。こちらめちゃでかいな。これ紙のサイズは A2 って言って、うん、40cm×60cm、ははは、 A2 サイズと額装でこのサイズに、もうこれキチキチに入ってます。ああ、なるほど。これは こっちは、原画、これが複製画って言ってすごい高性なプリンターで作った、うんうんうん、ただの印刷じゃないやつやな。そうですね、バッチリその原画の感じを出してるやつやな。はい、ちょっとまずはみんなに見せる前に私、見てみたいと思いますあ、来た来た来た、後ろ向いてる、こっち、これですね。じゃあもうちょっと早速見させていただきます、はい、それでは20周年記念、りょうさんおめでとうございます。ありがとうございます。ボンボクラいやー、こう来たか。おめでとうございます、20周年ということで。
あらまたこれいろんなとこにね、ギミックは隠れてるタイプですよ。この人の絵はね、いちいち凝ってるんですよ、細かいところが。これはあん時のあれ、この絵はあん時のあれみたいなのがね、たっぷり詰め込まれてるんですけど、今回もパッと見ただけでも、もういくつか見つけちゃいました、隠れキャラも。さすがです。すごいな、このこう、なんちゅうの、構図というか、すごいな。そうですね、やっぱりこれが一番何回か描き直したところですね。やっぱりなんといっても20年間止まらず一線でマイクを握り続けてきた亮さんっていう感じです。なるほど、想像してみてください。どんなポーズやと思う、みんな。もうすごいですよ、ちょっと意外。こう来るかっていう。こてつからいただきました。とんでもない20周年記念、はい、こちらです。じゃーん、おちゃーい、ババ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 バ、おめでとうございます。これでもえらいもんで、このポーズでも俺ってわかるのがすごいね。めちゃくちゃ写真見ました。でもこのポーズで描こうとしたら、はい、なんていうの、俺って分からせるの難しいやん。そうですね、これ分かるよね。何度か見失いかけましたね、りょうさんじゃないなこれみたいな。なるほど。これ実際どれぐらいかかりましたか、着手してから。本当は半年ぐらいで、去年が本当はりょうさん20周年そう、ね、っていうことでお渡しできればと思ってたんですが、うんうんうん、結局この間できたので1年ぐらいかかりました。僕らもね、20周年去年なんですけど、コロナでいろいろ全然できなくて、まあ無理言って今年ね、2021年に20周年のお祝いをいろいろやらせてもらおうということで、はい、伸ばしたんですけども、それもまあ助かった。そうですね、かなり僕としては期間が伸びてくれたおかげで、クオリティはしっかりいけたという。そうですね、納得のいくものに。なんといっても本当にこだわり屋さんなんで、前もね、すんごいどでかい絵を作ってる途中やったんですけど、それも真っ白にしたっていう話も、はい、真っ白に、はい、1メーター、聞きましたけども、1メーター×1メーター40の絵を展示用に描いて、うん、もう半分以上ほぼできてたやん、あれ。はい、見に来ていただいて、うん、生で見ていただいたんですけど、とんでもない絵があったんですけど、それをまたね、白紙に戻したって聞いてびっくりしてたんですけど、はい、ヤスリがけしてツルツルにして真っ白にしました。もう消したんや、完全に、はい、真っ白、何にもなかったことになってます。ぐらいこだわり屋さんなんで、これは実際でもあれ、書き直しとかはあった、途中までこのポーズで初めからいけた。そうですね、もうラフ書いて、線画に起こして、そっから修正は大きくは、うんうんうん、そうですね、まあ、あとはもういつものように細かい作業がずっと続くっていう、うんうん、細かい汗の点々、シワ、ヒゲ、光る汗が、いいな、量産らしさかなと。これ早速ね、いろいろね、隠れキャラを見つけちゃいましたけど、まずここにテリーさんがいてますね、喉元にね。そうなんです、はい、このね、ここにね、汗のしずくがあるんですけど、その中にテリーさんのね、シルエットが、テリーズアキゼロ6のシルエットが入っております。そしてここに、あれやな、これそうです、フリーの PV で出てきたパペット、あー、人形が、さんのあいつや、せやせや、パクパクして、フリーのミュージックビデオに出てくる、そうです、ね、リョーザパペット、ここに行ってます。やっぱりリョーさんのビッグチューンといえばフリーということで、ありがとうございます。でね、これのロゴの、はい、ネックレスのヘッドネックレスがもう飛び散ってますけども、ここがちなみに、うん、SW の、おスカイウォークしております。スカイウォーキング、ここ分かりますかね、 S になってます、分かりますかね、ここが S になっております。そしてここが W になっております。ほんまや、気づかんかった、これすごいな、こてつ。このヘッドとか、うん、
結構苦労しましたね、そういう意味では。あの多分現物お持ちの方もいると思うんですけど、あれを再現するのは結構大変で、この傾きを。なるほど。いやすごいな、これ鉛筆やもんな。